届届いて欲しいいいてててし人に届いたんんだっっえ、ももさんって結構強いバンサイケメンすぎるって想像以上にお眼鏡にかなってるなさんの中では相当重かっただろうしな解像度が全然違うんだけどはいどうもアニメラクターの財前です今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います今回見ていくのはアイドル7サードビート第9話 見ていこうと、思いません。はい。というわけで始まりました。アイドリッシュセブン3期。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、リバーレの過去まだまだ続きますという形で、前回ね、もう、ゆきさんのこのトゲトゲしい、ゆきさんの若々しさが溢れていた回で、バンサはもう、あの時点からもう、包容力の化身みたいな感じで、もうちょっとバンリさんととにかく結婚したいなと思った回だったわけなんですけれども、前回ね、未完成な僕らっていうゆきさんの人生が詰まったような曲が示唆されているわけで、それに対して、ももさんがどういう風に絡むのか、 ねえ、バンさんとユキさんの思い出の曲でありながらも、トラウマのきっかけ、あの、照明が落ちてきた最中にかかっていた曲なのかなそんなことも示唆されてる中で、ももさん視点の事件だったりだとか、割とそこら辺が解像度高く描写されるんじゃないかってことで、注目していこうと思います。<music> それでは見ていきましょうよーいシャドウさあ、リバパーレレッツゴー 舞先生舞先生舞先生出てきた舞先生が下から現れました。後ろがゆきくんで前がばんさんかなどうなんでしょうね。うん。まあ、その位置にいると照明が落ちてくるかもしれないから気をつけてねというわけでやっていきましょう。あ、天使。かっこいい。うーん。サッカーで折れていた心が。 うん、そこら辺の事情もあんまりね、分かってないんだもんね。スクモさん。うーん、九条さんの。それに関してはもう九条さん許されないからな、マジで。<laughs> ああ。追い込みかけたわけだもんね。スカウトを断ったからやったみたいな。 孫悟さんのおじさんもね、目つけられてたわけだし。ばンさんが断ってたんだっけ九条さんがプロデュースするの。ううんあん改めて解像度高くリバーレ誕生秘話が見れるとはな。

さて、ライブハウスでリバーレをパンパンに集めてる。リバーレをパンパンに集めてる逆だ。お客をパンパンに集めてるリバーレ。ただ。あら。リバーレ様。あ、眠い。あ、ももさん。 あらうん,うんうんうわ泣いてるユきさん しっかりと届いてくれたことが形になったね届いてほしい人に届いたんだってわ大切な。 わおあら <laughs> あそうなんだそうかそうか。そうか ここで動いたんだ、ゆきさんも。ももさんが動かしたに近いなうん。すれ違い。うん。ああ、そうなの あーなるほどね。うん。ああ。なるほどね。血のイブ 怖すぎ。あ、そうなんだ。え、ももさんって結構手つけられないえ、ももさんって結構強いあら。 狂犬。ああ。あらあら。あら。 バンサイイケメンすぎるって、ちょっと。手帳もイケメン。緊張してる。砂原おイケメンお前イケももモモさんもイケメンだよ。あ、ゆがんだ字 ももくんあーうーんああ5年目さあ例の事件か。 そうかゆきさん目当てでもあったんだっけわあ,あ,あまあそうねそれは違うよね改めて見るとそれは合わないね うーんなるほどねうーんあ岡崎さんここで 第一号ワオワオそうか。 想像以上に。想像以上にお眼鏡にかなってるな。うん。相当気に入られてるね。ただのファンってわけじゃないな。自分の音楽を理解してくれる。 うん。わお。誠実な人だね。そうか、で、これが、ここで事件未完成な。わお。そうか、それでか。 で、ゆきさん変わったんだっけでしょ派手に壊れてるわわわ。わわ で、顔に傷を受けちゃったわけだ。うわ、絶望圧倒的絶望うーん。こんなちっちゃい子でこんな事故あったら怖いよな。 掘ってるしうーんそうかそこから時計が止まってるんだ未完成な僕らもきっとうーん うん。あーね。これを見た後に、ももさんが来るってなると、驚くな。 嗯嗯嗯嗯。 そうかここで何度も何度もうん。 嗯，嗯。Mm. Mm. あ、はあ。うん。ああ、なるほどね。 解像度が全然違うなぁ。ももさんの中では相当重かっただろうしなうーん。うーん。 あらバンディさんうーんなるほどねいいねバンディさんうーんあんでバンディさん ねえかっこいいよねあら。 うんうわリバーレうん動いてるねうん安心したねユキさんが辞めてないし。 うん,うーんいいなーあほ本当に完成させる時がくる。 うん、違うよね。 本当にやべえなこの人ねえだいぶ顔がやばいな そうだよ。そうね。 うわぁ。まあ、理解は得られないねあ。二度と来ないよ。うん。その、そのおもちゃでずっと一緒にここにいてええー、あ,あ、怒ってる怒ってる。怒ってるね。 まあでもそうだよね。なんか、お兄ちゃんだっけが優先されたこと起こってんだもんね。僕の方が優秀だよみたいな。うん。やばい。やばい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 。それちょっと危ないです。<laughs> やっぱりイケメンには金属バットだよね。 う,ーんわうわあ <laughs> だいぶ先だな。<laughs> 多ぶ多分,分か、ばれてるよ、海賊版って言っても。<laughs> そこは、多分バばれてます。誰か勝ち込みに行くんじゃないのって、ツイッターに書かれてるんじゃないかな。さて、思うところがある。すごいね。がっつり行くね。あすごいうーん。 ああ、そこを感じてしまってるそうか、終わりが来ちゃう。うん。ね間違いなく、アイドルは期間限定だしな。 うわあ、お。いおりくんも複雑な気持ちが。いや、いいわ。ちょっと解像度が全然違うんだけど。このリバーレ。気合入りすぎじゃない改めて思うけど。ちょっと、リバーレの行き先ちょっと気合入りすぎではちょっと、<laughs> え、相当人気なんだろうね。改めて、こう見てさ、ここまで掘り下げられるって相当、多分リバーレって人気だったんだなと思う。きっと、原作でも。 ファンサービスじゃないけど、割と、なんだろう、表に出ない設定だったと思うんだよ、こういうのってきっと。うん。あんまり表に出さないような、あくまでキャラを描く上での設定として、こういう文字だけで背景設定はあったけど、こうやってやっぱり見ている側の元に出すのって多分人気があったからだと思うんだよね。見せてあげようってなったんじゃないかな。 いいねめちゃめちゃ解像度が上がったわ。そうだよね、でもこれね。さて、トリガー。まあでも、ブチギレりょうさんなんだけど、どうするりょうさん、ブチギレちゃった。<laughs> 怒っちゃった。ビジネスの社長が許してくれないかなそんぐらいという感じで、合宿 ?BGM、What? はい。というわけで、見終わったわけなんですけど、もう解像度が違いすぎるって。<laughs> いや、もう見る目が全然変わっちゃうよね。多分これ見た後2期見たらまた違う考えにふけるんだろうなって感じはある。ねえ、それこそ最初、リバーレって結構怖い先輩なんじゃないのみたいなこと思ったりしたけど、めちゃくちゃいい人じゃん。ねえ。ねえそれもさ、背景とかを知ると、うわこれで5年やってきたんだもんな、この2人でとか思っちゃうわけだもんね。 うん、でも改めて5年プラス5年でしょバンリさんと5年、ねえ、ももさんと5年ってことは10年アイドルやってんのがすごいね。まあ、10年音楽活動と言っていいのかな音楽活動10年か、すごいね。うーん、いやでもいいな、いいな。これはね、やっぱりももさんでよかったよね。ねえ、バンさん的にもゆきさん的にも来てくれたのがももさんでよかった。自分の好きな曲をしっかりと愛してくれた、愛してほしいなって思ってくれるそのままの人に、 こう、やっぱりまた引き継いで歌ってくれるってなると。 ももさんしかかいななっただろうなでも本当に相性良かったのかもね。どっちも発信者側だったわけじゃん。言っちゃうと。バンさんも曲を作る。ユキさんも曲を作る。だったけど、完全にユキさんのこの自分の中のこの思い描いたものをすべてバーって出したのを、しっかりとモモさんがキャッチして理解して歌ってくれるっていうだから、ある種、ユキくんのせ、ユキくん <laughs> ユキさんのこの世界観を100%表現するなら、バンリさんよりもどっちかっていうと、 うん。大衆受けファン受け的には、ももさんの方が合ってるっていう感じだったんだろうね。うん。よくも悪くも、九条さんの言う通りにはなってるんだろうけど、でも、すごいいい形にはなったよね。バンさんはバンさんで夢を託すことができたし、誰かのね、裏で、こう、支えたいって思いもかなり強かったわけで、そっちの夢も今叶おうとしているわけだからね。ああ、いいなー。でもバンさんいいなー。バンさんほんと好きだなー。 もう出会った頃からこの人イケメンじゃねなんでアイドルやってないのって思ったんだけど <laughs>。やっぱり、やっぱりイケメンでしたわっていう感じだし。いや、でも目の前でね、ガーンって落ちたのを見たらそれはショックだよね。あれだけ小さい箱ならよりショックだよね。うーん、それを見て折れてしまったユキさんに対してずっとアプローチをかけたモモさんもすごいしね。うーん、いやいやいや、岡崎さんとあの時にしかも出会ってて多分支えてくれたからっていうところでもあるんだろうし。 うーん、あのファンレターが本当に運命を変えたんだなーで、今もなお、ももさんの存在が、ゆきさんを変え続けているわけだもんね。うーん。そりゃあ、やっぱりさ、ももさんからゆきさんはめちゃめちゃ好きっていうのは伝わるけど、やっぱりゆきさんから、ももさんへの、この何愛情みたいなものは、ね、わかるけど、わかるけど、なんでっていうなに、形 外角があんまり見えなかったけど、こういう出来事があったらももさんのこと好きになるよねっていう形でもまだ言ってないんだよね。あの時のファンレターで、本当に真剣に音楽やる気になったんだよ、驚きになったんだよ、アイドルやる気になったんだよっていうのはまだ伝えてないところでいいよね。 うん。永遠のファンと永遠の表現者って感じ。なんか見せる側と見せられる側っていう感じだけど、でもそれによって、それを分かってるからこそお互いね、輝き続けてるっていうのがいいよね。うん。ただただ一人で突っ走りそうになっていくユキさんに対して、必死にこうついていこうと、こう、喰らいついて輝こうとしているボモさんの姿が、本当にいい感じにコントラストになってるんだろうね。これを見る限りだとね。いや、めちゃくちゃ良かった。最高じゃないですか、この過去。 ねえ、全然もう見え方が変わっちゃうし、万里さんも良かったねって思うよね。ちょっと悲しい思いになったのかなっていう感じもあったけど、ねえ、これを見る限り安心しただろうし、いや、いいなあいいなあいいなぁ。このももさんのね、必死のこの説得、りょうさんにも分かってもらおうとしているっていう、この愚直さがまたいいよね。うん、視聴者目線でもそうだけど、やっぱり絶対りょうさんって分かんないじゃん。うん。分かんないよ、喋ってもって思うけど、でも、できる限りはやってあげたいって思う、 この、ももさんの、この誠実さは、本当に美しいよね。 うん、素晴らしい人柄をしてるなっていう風に思う。うん。まあ結局のところ理解できなかったから潰れてしまうわけで、それが理解できなかったからこそ、なんもアイドルにはなれなかったんじゃないですか、りょうさんはっていう感じでもある。まあね、やっぱりりょうさんにも悲しき過去みたいなものは確実にありそうなので、ちょっとそこら辺を見るまではね、まあちょっとできる限り敵対視していこうかなっていう風に思う。同情する前にね、敵対視できる時だけ敵対視していこうかなっていう風に思ったりもするので、はい。ちょっとどうなっていくのか楽しみにはしていきたいかな。うん、まあでもビジネスの道具としか見てない からね、やっぱりね、お金を稼ぎたくてアイドルになったっていう人はもういないからね。ほぼいないよね。ゼロだよね。うん。まあ、龍之介さん、綱石さんはね、アイドルになってお金稼いで、家族に楽してあげ,あげたいというか、楽してもらいたいっていうのは絶対あると思うんだけど、でも、横島な理由では絶対ないよね。うん。憧れがあって、それに向かってずっと突っ走ってるっていう感じだから、その憧れを持たないつくもさんには、 この綺麗な気持ちっていうのは理解できないんだろうなって感じがありますね。はい。というわけで、とりあえず今回はこ、ね、終わりまして、次回合宿開始ということで、また3チーム何か交わっていくんじゃないかってことで楽しみにやっていきましょう。以上、アイドル7サードビット第8 9話でした。あ、バイバイ。